式会社 SI システムの榊田と申します。入社が5年目になりまして、現在マネージャーをやっております。ちなみに今日はどんな1日なんですか？はい、今日はですね、朝一でちょっと全体会議をやりまして、でその後はですね、終わり次第お客様先、クライアント様のところに行きまして、そこでちょっとプロジェクトの業務を行いまして、その後またオフィスに戻ってきて営業の方との打ち合わせですとか、インターンシップの交流会とかっていうスケジュールになっております。テレビのスタジオみたいですね。そうですね。今日はどんな全社会なんですか？はい、内容としましては社員への伝達事項形になります。ちなみに坂本さんの役割は何ですか？はい、本日はですね、この会議っていうところをスムーズにできるように、裏方で指示を出して進行できるようにっていうところが今日の私の役割となります。映ってますか？あ、大丈夫です。音声の方は届いてますか？音声届いてます。ちょっと今ずれてるんで少し、左ですね、やってもらって。あ、ありがとう。普段言ってる2030年の目標、売上300億ってやつですね、もうそのまま発表をすることにいたしました。続いて親睦会からです。はい、親睦会からのお知らせです。これで全体会議が終わりということで、はい、この後ご予定は何ですか？まだですね、片付けが終わりましたら、クライアント先へと出社いたしまして、ミーティングなり作業をしていきます。じゃあ行ってらっしゃい。はい、行きます。おはようございます。おはようございます。では、すいません、本日の、朝会を始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。続いて基本設計の方なんですけれども、全体的な流れの処理フローのところをですね、田中の方に担当を振っております。はい、では、本日の朝会は終了とさせていただきます。本日も一日よろしくお願いします。お願いします。ちなみに、はい、今取り組んでらっしゃるプロジェクトってどういったものなんですか？はい、今回のプロジェクトに関しましては、クライアント様からですね、基幹システムの刷新というご依頼がありましたので、そのプロジェクトになります。一応クライアント様の基幹システムがですね、 IE メインでの対応となっておりまして、HA には対応しているんですけれども、IE がメインでサポートが終了してしまっているセキュリティの面もありますので、この度ですね、弊社のパッケージ製品をクライアント様用にカスタマイズしてリリースをするというようなお話になっております。まして、来年度ぐらいにはリリースできるように目標としてやっております。ちなみにクライアントさんと一緒にランチ行くって結構あるんですか？そこそこありますね。はい、普通に一緒に外で食べたりとか全然あります。SY さんって未経験採用ってやってるじゃないですか？はいはいはい。そういうのって研修とか OJT とかどうやってるんですか？自分中途だったんですけど、いきなり OJT みたいに現場っていうわけじゃなくて、社内で研修が普通にあって、Java っていうそのプログラミングゲームとかもしっかり学んでから現場に行けるっていうのがあって、あとは業務打ち合わせとか、その面接みたいな練習とかもいろいろ含めてやってくれるんで、自分が自信を持ってその現場に行くことはできるかなと思いますね。私、新卒入ったんですけど、はい、その入社する前からサポーターっていう、入った時に審査されてくれる方だったり、その入る前の課題のサポートしてくださる方とかがいて、分からないこととか、結構1対1で教えていただいたりとかもできたんで、すごくやりやすくて、また入ってからもあんまりできないかなっていう不安も、割となく慣れたなと思います。4歳と、1歳、今日も、母さん、お仕事頑張ってねっつって、もう泣きそうになりながら出社してきました。この後はどこに行かれるんですか？もう一回オフィスに戻ります。弊社の営業とのミーティングと、インターンシップ生の交流会がありますので。いってらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。行きます。お待たせしました。はい、どうも。12月までに SQL っていうのを使うことになってるんですけど、一通りこうできるようにというか、12月までは多分もしかしたら難しいかなとは思うんですけど、3ヶ月ですからね、頑張ってもらいたいですね。僕のやつ営業ってバイクの営業だったんですけど、自分の会社の商品に自信が持てなくなってやったんですよ。売ってるのに申し訳ない参加できなくてダメだってなって転職したんですけど、ここの会社だと人じゃないですか、何でしょう、みんなそれぞれ個性がいい人たち、それを自信持ってお話できるめちゃくちゃいいなと思って、今日のミーティングは以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか？はい、SY システムで課長をやらせてもらっている林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今未経験を採用されてるっていうことなんですけど、純粋な疑問で経験者を採用した方が早くなんか大きく活躍できるんじゃないのかなっていうのを勝手に思っちゃったんですけど、なぜ未経験採用を重視されてるんですか？いくつか理由がありまして、まずですね、未経験を採用している会社っていうのは基本ないというところで、競合他社との差別化っていうんですかね、そういったところでまず未経験をまあうちはやってそこで、まあ、その IT 業界の技術者として、まあ、育成してで貢献をしていきたいという考えがあります。一般の皆さんは経験者の方が最初からある程度知識があっていいんじゃないかなというふうに思ってらっしゃるとは思うんですけれども、逆にですね、そうするとある程度自分の考え方みたいなのが固まってて、だからそういう意味で言うと、まあ、未経験でまだ本当に何も考えずに来ていただければそこから一から学んでもらって一から積み上げてもらう方が我が社としては、まあ、望ましい人材に育つかなというふうに考えております。ちなみに今回密着させていただいた榊田さんは理想像を体現されている方なのかなと思うんですけど割とまだ20代で今管理者まで上り詰めてきているというところで、ただまあもっと榊田君よりも早く管理者になってましたっていう子もいるので、榊田君も今にも満足をしている感がちょっと若干あるんで、もっと半分入社してきた頃の思い出して頑張ってもらいたいなと思っています。さっき林さんから初心を忘れるべからずっていうアドバイスあったと思うんですけど、はい、聞いた時どういう思いでしたか？確かに初心に合ったガツガツいくような気持ちっていうところはちょっと薄れてきてしまったかなっていうのは心になると知りたので、これからもハングリー精神でやっていきたいと思います。私も思い出して頑張ります。では、これから交流会を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、これ聞きてえなっていうのがあれば、せっかくの交流会ですから、発言していただけたら嬉しいです。これ一番目大変ですけど、頑張って。あ、どうぞ。コーディングに関する質問なんですが、コーディング最中に何かしらうまく実装できないっていう部分が発生してしまった時に、どのようにして別の視点からその問題にトライしたりとか、実装ができるようにされてるのかっていうのをちょっとお聞きしたい。基本一人じゃないので、みんなでチームでもちろんやっていきますので、そのチーム内で解決するように、まあ、相談をするっていうところが大きいかなと思います。みんなでいいものを作っていこうっていうのは精神は基本変わらないので、もし自分で分からなければ、まあ、相談してやっていくっていうのがいいかなと思います。今回のインターン3日目でまだ全然 Java に慣れていないんですけども、皆さんその現場以外にも、まあ、いろんな Java の学び方をされていると思うんですけども、何かいい Java の勉強方法とかそういうのを教えていただけたら書きながらでできる人はやっぱり上手いなと思うんですよ。ただ自分はそういうタイプじゃなくて、全然その理系的な考えでなかなか最初難しかったところがあったので、もうアナログな話なんですけど、どういう機能が欲しくてどういうことを組み合わせたいっていうのを図に書いて起こしていくと、じゃあここのパーツを作りたいんだったらこういうことをしたいなっていうのをさっきと調べるとかをやると、細分化っていうところを少しイメージがしやすくなったというのが自分の勉強方法です。それが、まあ、参考になればなと思います。インターン交流会お疲れ様でした。皆さんなんで SI システムを選んだんですか？一番理由にあるのは未経験採用していたっていうところですね。私がもう前職は全然関係ない仕事をやっておりましたので、まあ、まず IT 業界に入るっていうところだともう未経験になりますので、そこをすごく推してたっていうところがありましたので、まずそこで絞ったっていうところがあります。なぜその上で SI システムなのかっていうところなんですけれども、まあ、常駐先で働くっていうスタイルっていうのを聞いておりまして、それは自分にですね非常にマッチするなと、まあ、何がマッチするのかっていうと、私ちょっと集中力とか続かなくて飽き性だったりするところもあるんですけれども、まあ、そういったところで現場が変わるっていうところが非常に大きいなと、一つの現場にとどまらずに他の現場にも行けるというところで、新しい人間関係を作っていってコミュニケーションを取ってというところでもコミュニケーション能力も上がりますし、スキルっていうところもそれぞれの現場でやってることって全然違いますので、いろんなスキルを身につけることができるっていう点で自分に非常にマッチしてるなっていうところを感じましたので入社させていただいたという形になります。僕も今年新卒として入社したんですけれども、未経験で入社させていただきました。ちなみに未経験で入社って活躍できるかなみたいな不安とかはなかったですか？
最初は、自分のスキルが何もないのでその面はやっぱり不安はあったんですけれども、入社して研修を、こなしていくうちにここら辺はどうにかなるかなっていうのは実際感じてまして、ここら辺の不安は時間が経つにつれて、どんどん消えていったなっていう感じはしますね。私は一番が IT 業界に興味があったからっていうところで、でいろいろ転職に向けて動いてる時に職業訓練校なるものがあるっていうのを知って、でそこにたまたまご縁があって入らせていただいて、でそこで実際やってみたら、あ、意外と楽しいなって思えて、これだったら仕事にして頑張っていけるなと思ったので、そのままの流れで SY システムにいるっていう感じですね。お疲れ様です。お先に失礼します。お疲れ様です。滝田さん、お疲れ様です。今日1日を終えて、SY システム良さそうって思った応募者さんもいらっしゃると思うんですけど、そんな方々に向けて最後メッセージいただけますか？SY システムは未経験者採用をやっておりますので、文系の方もたくさんおりますので、ぜひですね、 IT 業界に少しでも興味がある方がいらっしゃいましたら扉を開いてみてください。なんならですね、ぜひ私の部下になってくれることを待っておりますので、よろしくお願いします。では愛する家族のもとへ、帰ります。お疲れ様です。お疲れ様でした。